2022年、あなたを未知なる世界へ誘う映画バブル、ついに公開。じゃあね、またね。日本が世界に誇るアニメクリエイター、そして豪華声優陣が集結。圧巻のグラビティアクション。その見どころを紐解いていこう。ずっと探してるんだ、あの音。世界に降り注いだバブルで重力が崩壊した東京。そこは家族を失った若者たちの住処となり、パルクールバトルの戦場に。外の世界はあいつらにとって息苦しいのさ。ある日、危険なプレーで注目を集めていた響は、言葉を知らない少女ウタと出会う。お前にも聞こえるのか。なぜか二人だけに聞こえる音をきっかけに、二人は心を通わせていく。人魚姫がそこにいるだけで幸せで。降り注ぐ未知の泡で東京は再び沈没の危機に。お前なら助けられる。行くぞ行くぞ。行け止め。行こう歌。うん。響きと歌、音に導かれた二人の運命はやがて世界を変える真実につながる。映画バブルの監督は、これまで進撃の巨人などを手掛けてきた荒木哲郎。企画プロデュースは君の名は、竜とそばかすの姫などを手掛けた川村元気。荒木監督と川村プロデューサー、二人が映画バブルの誕生秘話を語る。自分たちの方から川村さんに、僕らと一緒に、映画を作ってくれませんかと言いに行ったんですよ。より広いお客さんに向けてものを作るっていうことをやりたい。で、その時にその必要なものというのをこう知ってる人に教えを請いたかったんですよね。荒木監督の進撃の巨人を拝見してて、いつかその一緒に映画を作ってみたいなっていう気持ちがあって、オリジナルなんで、どういうアイディアだったりどういうテーマを作ろうかっていうのを半年間ぐらいですかね。なかなか通らなかったです。映画バブルの制作中、荒木監督が描いた一枚の絵が物語の重要な手がかりになったといいます。荒木さんが膨大なプロットを書かれていて、その中の一つに機械化された人魚姫が沈んだこう東京のビルの上に座ってるってスケッチが出てきて、あ、もしかしたらこういう人魚姫みたいなものをモチーフにしたオリジナルストーリーっていうのは面白いんじゃないかなっていうところから、こう物語が動いてった。近未来廃墟で佇む人魚姫、聞いてるとやっぱその絵のインパクトが川村さんに刺さったんだなと思いますけど、ようやく探り当てたような気持ちで嬉しかったですね。そして映画バブルには、日本が世界に誇るクリエイターが集結。脚本は魔法少女まどかマギカなどを手掛ける宇呂淵源。もともと僕は宇呂淵さんのまどかマギカがものすごく好きで、自分も好きです。こういう作家がいるんだなって結構衝撃を受けたのはあって、一ファンとしていつか仕事をしてみたかった。宇呂淵さんは、自分のそのもう10年も前ですが、ギルティークラウンという作品でお手伝いいただいてたんです。クレジットされてないんですけど。で、その時に、この人本当すごいなと思っていて、映画をやるっていう時にシャボン玉の地球外生命体っていう装置を入れてくれたのは宇呂淵さんなんですけど、そのなんか SF 要素っていうものを大きく入れて再構成してくださった、そんな順序でしたね。さらにキャラクターデザイン原案を務めるのは、圧倒的画力で人気を博す小畑武史。メジャー感もありながらもカルチャー感というか、ある種漫画の良さみたいなのが入らないかなっていうのをずっと思ってて、で小畑さんにオファーしたら、忙しいから最初無理かもみたいな無理じゃないそうですよねみたいな感じになったんだけど、その後連絡が来て、なんかプロット読んでいただいて、やっぱりやりたいみたいな、すごいガッツポーズしたのを覚えてます。小畑さんをって川村さんが最初に言ってくださったんですけど、もう あまりにもこうなんか自然というか、小畑さんが引き受けてくださったらもうそれが一番いいってすぐ思いました。今回は荒木さんに関わってきた全てのスタークリエイターが集まったこうフェスみたいにしたいなっていうのがあったんで、本当大好きな人が集まって映画作ったらどうなるんだろうっていうのが、この作品のポイントではありました。変なやつリアルと幻想、躍動感あふれるグラビティアクション、映画バブルを体験しよう。